回のタイトルは私の100万ドル相当のエイダをハッキングしてみてくださいです。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は新しいウォレットレイスの今後のセキュリティ機能にかけてみたいと考えているといいます。レイスはカルダノの開発企業の IOHK によって作られた軽量なマルチチェーン暗号ウォレットで Web2 と Web3 のすべてを単一のインターフェースにシームレスに接続することを目的としています。ホスキンソン氏は最新の YouTube 動画でパスワード管理会社ラストパスに対して最近のハッキングで起こったことは彼にとって異常だと語っています。ラストパスは先週の更新で同社が本番データのアーカイブバックアップを保存するために使用しているサードパーティのクラウドベースストレージサービスに不正な事業者がアクセスしたことを指摘しました。ラストパスの CEO によるとハッカーは会社名、エンドユーザー名、請求先住所、メールアドレス、電話番号、顧客がラストパスサービスにアクセスしている IP アドレスなどの顧客の基本アカウント情報及び関連メタデータを盗み取ったとのことです。ホスキンソン氏はこれはラストパス側のミスと考えており起こったことはかなり汚いと述べています。また暗号化プログラムであるプリティグッドプライバシー PGP が標準規格でないことが残念だといいます。レイスウォレットがペーパーウォレットの PGP 暗号化をサポートし始めたら私は100万ドル相当のエイダを入金します。そして PGP で暗号化されたペーパーウォレットをツイッターに公開するので皆さんはそれを破ることに挑戦してみてください。私はこの標準にとても自信を持っています。マスターパスワードはたとえそれがかなり長いものであってもただの死んだ標準でありもう実行されるべきではありません。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。